ムカつくな。そうですね、昔々28ぐらいの時にこのケンタロウのおっさんと出会いましてね今日の今日まで引きずり回されっていういやいや、じゃあ今日も呼んでいただいたので懲りずにギターを持ってきちゃいました。いや、またどうせ弾けないんだよ懲りずに来ちゃったけどみたいな。で、今日は、なんだっけ、子供たちに送るクリスマスソングとか私今日知ったんで今日の今知ったんでみたいな。正式決定は昨日だよね。昨日言ってなかったじゃんそんなこと。で、まあたまたまですね、最近私の、最も親しい友人の一人というのがアメリカにおりまして、でそれに第2番目の子供が生まれたんですね。で その前からたまたまね、こんな私でも曲が作れちゃうのかなみたいな感じでなんとなく作ってたらちょうど子守歌ができまして、で別にまあその、ね、お母さんだけが歌ってくれなくても、まあ、なんだろうな、 お母さんだけじゃなくてお父さんとか子供が親に歌ったりとか、まあなんだろうな、日本だけじゃなく地球全体をイメージして作った、子守歌ですのでね、よかったら途中から簡単なんで覚えて帰ってください。え？あ、寝ちゃった。これね、私眠り歌子守歌なのに人が起きちゃったらどうしようとか思って猫で実験したんだようちの猫でねさ、最初バタバタ暴れちゃってこのテンポじゃダメだとかってどん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 スローにしてってやっと寝てくれたっていう。だから本当に寝てくれるかどうかわからない子守歌です。ねんねこララバイっていう曲で、多分ね C なんです、多分 C なんですよ。こんなイントロだけね、ねんねんほころり、
せば気候変ってくるよ、この星に生まれし者へ贈られた子守歌は、ねんねん心折よ、お心折よ、ねんねこララバイ。ありがとうございます。ねんねこララバイっていう曲でした。眠れそう眠れそうかな、どうしよう、起きちゃったら子供がみたいなね。せっかくですのでまた懲りずに、ナチュラルキングをやらせていただいて終わりにしたいと思います。ナチュラルキングじゃないやなんだっけナチュラルすごいよね。しかも4つでやっていい、はい、待って、ちょっと待ってね。え、4つだよね。And I'll
ありがとうございました。ナチュラルキングじゃない、ナチュラルウーマンでした。ナチュラルウーマンでした。うるさい